こんにちは、担任の川村です。デスゲーム始まる？クイズです。なるほどです。ナイスガイのスガイです。何何？どういう状況？なんだこれ。いつの間にかなんかできてる。全員来ましたね。本日の企画は、いや今週の企画は、クイズノック高校クラスラインよっ、日本一。ルールを説明します。ここはクラスラインなので皆さん雑談をしていてください。たまに僕がクイズを出します。出たら早い者勝ちで答えてください。回答権は1人1回です。1週間後に正解数の多い人が勝ち。やんややんや。それでは始めます。開始。調べてもいいのかな。1週間のうちのランダムにクイズを出します。タイミングや問題数とも未定です。カンニングは禁止です。頑張ってね。クイズは己の知識のみで戦う真剣勝負ってことね。担任川村とバイオリズムがシンクロしたものが勝つゲームやで。これはさすがに常識的な時間の範囲内で出します。問題。プロフィールに05ラインと書いてあったらどういう意味？2005年4月から2006年3月まで。早っ。97ラインの誇りとして M リーグ見てたらこれ始まってて、偶然開いたら問題出された。いや待て、まだ正誤判定が来てない、2005年度生まれ。2005年生まれ。上記こうちゃんの回答は2006年4月1日を含めていない。確かに1人1回まで答えられるじゃん。言うだけ言っとこう。2005年3月31日から2006年4月1日生まれ。あ、3月31日からじゃない。くそ。補足すると2005年4月2日から2006年4月1日生まれということです。補足はずる。1人1回まで。先に回答することで後からでも補足できる。2005年4月2日から2006年4月1日生まれ。これは勝ったわ。最初から判定しづらい状態になってしまった。まあこうちゃんに1点。マジで早かった。マンジライン。よっしゃー、これは嬉しい。早生まれの書き方とかしっかり決まってるものじゃないらしいし、分かってるのでこうちゃん正解です。ありがとうございます。問題。コクヨの KS600NS やパナソニックの MC330EP などをよく見る、ほぼ教室でしか見ない家電は何？黒板消しクリーナー。ちょっと待って、焦って携帯のパスワード5回ミスったんやけど。チョーク削りの機械、ワンちゃんにかける。頼む。正解は黒板消しクリーナーでした。回答まだの方のボケはまだお待ちしております。遅れた。天井から吊り下がってるぐるぐるの電気ケーブル。お、やったー。くっそー。この写真撮った10秒後に問題来てめっちゃビビった。タッチの差で間に合わず、一緒にいたのに。バルミューダの電子レンジ。遅いな。え、一緒にいたから反応遅れたぜ。仲良しじゃん。そっちはそっちで2人でいたんだ。そうだよ。何してたんですか。葛西臨海公園にいたとか。全員が全員京葉線沿線で遊んでると思うなよ。ちなみに我々はまだミスしてた。楽しそう。それもいいな。我々はスプラッシュマウンテンでずぶ濡れになるなどしてた。福田さん初めてだったからびっくりしてた。めちゃくちゃ花粉症でダウンしてた。みんな元気すぎですよ。この時期は外出たくないな。お肉食べてた。問題。何々のカレー屋さんのイラスト、何々に入るのは？ネパール人。インドの人。なんか語呂が変だな。回答はまだ受け付けています。あら、ずっと考えてる。むずいな。もしかして違う説？そういうことだよね。なんやろ。アルバイト。駒場東大前。ムスカンのおっちゃんこういう感じやったわ。これムスカンのことイメージしてたらすごすぎるな。いやでも伊沢のネパール人がしっくりきすぎとる。そうです、正解はネパール人でした。帽子が特徴的ですね。伊沢以外の答えは何？まだ答え出てないのかと思って考えてたら正解きた。マジかよ。うそ。マジか。インドカレー店の店員さん、ネパール人のこと多いよねと思ったら当たってた。正解出てたんかい。なんか無駄に答えさせられたんだけど。乾の回答も待ってるよ。本格派。これはナマステ回答。ナイスです。1週間たち今日までです。無理しない程度に頑張ってください。最終問題。電流の単位は 1W2H3
A4T3。 アンペア、アンペア。ちょっと早すぎる。無駄だ、無駄なのだよ。もう遅い。さあ勝者をたたえよ。オフィスにいる人はちゃんと平等にスマホ触ってないのを確認しました。はい、シャベア、私は移動中でガッツリツイッター見ていたのだ。ふくら、伊沢、電流の単位知ってんのか。知っとるわ。正解は3番の A でした。アンペアですね。ワット、ヘンリー、アンペア、テスラね。伊沢来たわ。伊沢優勝おめでとう。おめでとう。いやマジで強かった。ネパール人とかすごかった。お疲れ様でした。オンラインでクイズやったのどうだった？俺がいかにスマホか PC かの前に居座り続けているか証明できたな。楽しかったね。いつ出るかわからないのもそれはそれで楽しかったな。気が抜けなくて楽しかったし、どこにいても参加できたのが助かった。できるなって感じ。楽しみを損なってない。ところでですね、高校生以下くらいの皆様にお知らせなんですが、君は世界を知る、世界はクイズを知る、クイズは君を知る、ワットクイズの大会をやります。パチ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 、わーい、やんややんや、イエーイ。予選はオンラインだから気軽、時間帯も当然決まってるよ。最高。不意打ちされることはないのね。当たり前でしょ。よっしゃ、気合入れるぞ。高校生以下しか出られないから、そこを気合でなんとか。高校生より年上になってしまうと問答無用で出られなくなるから、高校生以下はせっかくなので出てほしいね。ということでですね、おはようございます。詳しい情報は概要欄からぜひ見てください。気合入ってます。やんややんや、主催側ながら楽しみ。みんな問題出したしね。雰囲気チラッと見るとかで OK。 我々が何やってるかを知ってほしいという面もあるので、本当に気楽に参加してほしいです。確かに、勝つぞじゃなくて、どんな問題出るのかなとか、どんな MC になるのかなとかでも嬉しいよね。もちろん優勝を目指して参加してくれるみんなも大歓迎。ということで、ワットよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、SNS もよろしく。さよなら。通知もオンにしてね。参加お待ちしております。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるので、ぜひチェックしてね。それでは次の動画でお会いしましょう。君は世界を知る、世界はクイズを知る、クイズは君を知る、ワット。